アレックス・カーツマンは、アメリカの映画、テレビドラマの脚本家、プロデューサー、監督。2009年から、スター・トレックシリーズを共同プロデュースし、脚本、制作のパートナーであるロベルト・オチーと、トランスフォーマー、スター・トレック、スター・トレック・イント・ダークネス、アメージング・スパイダー・マンニーの脚本を共同執筆し、ザ・マミー、呪われた砂漠の王女を、監督。 共同執筆したことで知られている。カーツマンは世俗的なユダヤ人の家庭に生まれカリフォルニア州ロサンゼルスで育った。長年の脚本家パートナーであるロベルト・オチーは高校時代の親友だった。大学はウェズリアン大学に通っていた。当時ユニバーサル・インターナショナル参加のパシフィックルネッサンス・ピクチャーズのテレビ部門で放送されたヘラクレス。 ザ・レジェンダリー・ジャーニーズで、カーツマンは、オルシと初めてコンビを組んだ。第4シーズン中に、主演のケビン・ソルボが、脳卒中で倒れ、不在となったため、彼らはいくつかのストーリーを制作した後、24歳の、カーツマンとオルシが、番組の責任者となった。彼らは、マイケル・ベ監督の、アイランドのリライトを依頼され、映画界に進出した。 この映画は一億二千六百万ドルの予算で、全世界の興行収入が一億六千三百万ドル近くに達し、十分な成功を収めたため、彼らは米監督のトランスフォーマーの脚本を任され、七億一千万ドルの興行収入を稼いだ。アイランド、トランスフォーマー、トランスフォーマー、リベンジの三作品は批評家からの評価はあまり高くなかったが、 この3作品で合計17億ドルを稼いだ。2008年には JJ エブラムスと共に FOX の TV シリーズフリンジ、フリンジを共同制作した。パイロット版の後、カーツマンは残りの放送期間中番組のコンサルティングプロデューサーを務めた。その後、二人は2009年の映画スター・トレックを共同執筆した。2011年、 フォーブス氏は、オーチーとカーツマンをハリウッドの秘密兵器と表した。それは、それまでの6年間で、彼らの作品が合計30億ドル以上もの興行収入を上げたからである。このパートナー関係のもとで、カーツマンの劇場用監督デビュー作となった、People Like Us の脚本執筆も行っている。 カーツマンは、JJ エブラムス、デーモン・リンデロフ、アダム・ホロウィッツ、ロベルト・オーチー、エドワード・キッイス、アンドレネモック、ジョッシュ・アップルバーム、ジェフ・ピンクナー、ブライアン・バークなど、多くの映画関係者たちと頻繁に仕事をしてきた。2014年4月、オーチーとカーツマンは、バラエティ誌に対し、映画プロジェクトでの共同制作を終了することを認めた。ただし、 テレビの仕事だけは一緒にやろうとも述べていた。2018年、カーツマンは CBS テレビジョンスタジオと新たに5年間の契約を結び、スタートレック、ディスカバリー、スタートレック、ショートトレック、スタートレック、ピカード、スタートレック、ロワー,ーデッキのエグゼクティブプロデューサーを務めるなど、テレビでのスタートレックフランチャイズを監督し、拡大していくことになった。 2021年8月、カーツマンとシークレットヒドアウト社は CBS スタジオとの包括的な契約を2026年まで延長した。2002年、カーツマンは弁護士、ニック・カウンターの娘であるサマンサ・カウンターと結婚した。ありがとうございます。